マイクルヘッドオンズのギターの加瀬です。今回はですね、普段マイホプログラムというそのファンクラブの中で僕がよく Vlog でやってるんですけど、楽曲の解体といって、この曲はこういう構成の中でできてるんだよなんてことをちょっとご紹介するコーナーがあるんですけど、それを今回ちょっとやってみようかなと思います。ですね、今回の曲はですね、9月23日に無料配布が始まったんですけど、マイクルヘッドポンズの、ね、最新作ラストをちょっと解体してみようかなと思います。というわけなんですけど、意外とでもラストって一応秋にマイクルヘッドポンズアルバムを出す予定でいるんですけど、その中の収録の曲の中でも圧倒的にそのシンプルな作りにはなってますけど、まあこういう音が隠れてるんだよとか、ギターはこうやって弾いてるんだよなんてことをちょっとご紹介して、ね、それを頭に入れた上で聴いていただけると、またより音楽が楽しめるんじゃないのかなと思って今回作ってみようと思いますので、最後までお付き合いください。はい、というわけでですね、まずこれ譜面を見てみましょう。これはどこにも出したことないですね。これメンバーしか持ってない、僕が作ってる譜面なんですけど、非常にこの曲は先ほどもお話しましたけどシンプルでして、僕の曲の中では圧倒的レベルで簡単というか、多分ね、ギター弾いてる方だったらすぐ弾けるようになるんじゃないのかなって思える曲です。まあ、僕の曲の特徴としてはですね、こういうですね、6とかバドナインズとか、そういうテンション系が結構複雑に出てくるのが僕の曲の特徴でして、本当はこの曲以外に今度のアルバムに入る曲だとものすごく転調をしますね。B で2回転調して、サビをまた転調してみたいなことを結構やってるんですけど、この曲はですね、ずっとキーは F シャープマイナーのままの曲です。はい、こんな感じでした。はい、というわけですね、今回ラストという曲なんですけど、どんな音が入ってるのかというのをちょっと見ていきましょうか。これ上に登りますとですね、この辺入ってるのは歌データなんで、まあ、多分歌の裸はあんまり聞かれたくないと思いますので割愛します。ちなみにですね、僕の曲はですね、全部こうやってね、ピアノメロディーで作ってます。こんな感じで聴いてください。という感じですね、僕の曲はだいたいこうやって歌のメロディーが入って、でハモも入って、でこれに歌詞をつけてくださいという感じで、ケケとかメンバーに渡します。で今回の音はですね、これせっかく解体するんですけど、ちょっと少ないんですよね。まずこれドラムデータ、これもデモじゃなくて本ちゃん版なんで、ドラムのデータ、これベースのデータ、でシンセはですね、少ないですね、シンセも。これちょっと聞いてみますか。これボイスパッド、まあ、こういうのがね、後ろで鳴ってたりとか、あとイントロの方だとこれが鳴ってるかな。これもシンセ、こういうちょっとノイジーなやつがあったりとか、あと B メロでこういうのかな、このパッドですね。だいたい打ち込みで今回作ったシンセは実はこれぐらいで、あとこの辺に入ってるものですね、例えばこういう、ここの 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個くらいかな。これはスプライスというオーバーエミで覚えたんですけど、サンプリングする データみたいなやつがあるところがあって、そこで拾ってきて加工したりしますね。例えば、こういう感じ、リバースが入ったりとか。一回聞いてみますか。まずはこんな感じ、これね、 B メロディーになってますね。で次はサビに入ると、これ最近僕の流行りでよくこれ入れがちなんですけど、これですね、
シューってこれ入りがちです。最近僕すごい好きですねこれで。あとはこれなんだろうな、うん、こういうのとかね、こう細かいのがちょこちょこ入ってるわけですよ。でもこの曲は少ないですね。パーンこんなやつがですね10近く入ってまして、そしてギターですね。これしゅんちゃんだけど、しゅんちゃんね僕オレンジ色って決めていて、これしゅんちゃんだけど、しゅんちゃんの今回のはバッキングなんですけど、ドロップという、多分これ編集している方がこれ多分入れてくれると思うんですけど、ドロップというあのキーを下げるあのエフェクターがあるんですけど、それを今回使ってやりました。なのでダウンチューニングみたいな状況になってます。ちょっとサビ聞いてますか。だいたい7弦ギターみたいなところまで落としてると思います。で今回のこれ和也さんは 1,2,3,4,5 そうなんですよ。和也さん6,7か、和也さんトラックめちゃめちゃあるんですよいつも。和也さんは今回の特色としてはですね、初めてあのレスポールで全編弾いてますね。基本僕はあのファナティッククライスご存知の方だと最後の方に弾いていたストラットがあるんですけど、あれでずっと僕レコーディングしてたんですけど、今回はちょっと音色というか4期ということでサウンドをちょっと変えてみたいなと思って、あえてそれをあんまり使わずに全部レスポールで弾いたんですね。というか試しに弾いたらレスポール以外ありえないなと思って、今回のサウンドに合うものは。でちょっと遅くなりましたけど、今回のサウンドの僕の狙いとしてはですね、 ある種のメロコア感というか、なんだろうな、バンドらしい音をすごく考えました。いつもマイクロヘッドホンズというのはあのシンセが結構多用されるので、ぶっちゃけギターがトラブったところでまあ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 だったりするんですけど、今回ギターがトラブルで終わるというぐらい結構大切な感じになってます。でも弾いてることは結構簡単なんですけど、じゃあ和也のギターの今回のこだわりポイントいってみましょう。今回のこだわりポイントはですね、ワウギターなんです。ワウギターがちょっと後ろで鳴ってるんですね。ちょっと聞いてみましょうか。そう、このワウギターが結構大切で、まあ A メロにも入ってるんですけど、実はサビにも裏で鳴ってるんですね。こういうこれ8部でですね、裏でちょっと地面に入ってたりします。これは結構僕的な結構ポイントで、なんか頭で鳴っちゃったからっていうのもあるんですけど、これ結構大事なんですよね、はい、結構前編入ってます。あとこだわりポイントはですね、ここですね。そう、イントロと B メロに出てくるこのクリーンのギターですね。こいつです。 B メロだとまあ旬ギターって書いてますけど、まあ両方とも僕弾いてます。この和音感が結構僕の今回こだわりポイントですね。一本は、こっちの新チャンネルの方はですね、まあ1度5度なんですけど、カズヤの方のクリーンは3度7度を弾いて、綺麗なその和音感を出したいなと思って入れているギターなんですけど、まあ分かりづらいと思うんですけど、これが結構こだわりポイントかな、今回のは。うん、そんな感じです、サウンド的には。はい、今回はですね、シンプルなんでこんな感じなんですけど、普段はトラック数とかもものすごく多かったりするんですけどって感じです。なんでせっかくなんでギターでも弾いてみましょうか。はい、ライブ版はですね、ちょっとか違う、そのさっきもお話ししたワウ と、僕のリードパートをごっちゃにして弾いてるんですけど、今回はまたレコーディングパターンでちょっと弾いてみましょうかね。じゃあ見てください。
はい、いかがだったでしょうか。ですね、まあなんでこんなことをしたかというとですね、やっぱり曲を作っている人としてですね、こういうことを知った上でまた音楽を聴いたらよりもっと楽しめるんじゃないのかなと思って、よく僕はそのファンクラブ内の自分の Vlog でよくやらせていただいてます。今回初めてちょっとこうやってパッと公開しましたけど、そうですね、もうちょっと複雑な曲だともうちょっと面白く話せるかななんてことは思うんですけど、まあシンプルで良い曲でいいのかなと俺と会社は思ってます。それ以上に多分今までの音源以上に、そのたかだかこういうストローク、結構サビっていうのはバキバキそのコードを弾いてるね、プレイなんですけど、その勢いとかその熱度、そういうのはすごく大切にして弾いています。はい、こんなことを知った上でまたね、聴いていただけたら楽しめるんじゃないのかな、そしてなんか楽しいんじゃないのかなと僕個人的には思っております。この曲はですね、売ってません。はい、売ってないので、マイクロヘッドホンズのライブや置いてある店舗さんにもらいに行ってもらえると嬉しいです。それで聞いていただけると、はい、嬉しいです。まあでも秋に我々マイクロヘッドホンズはですね、アルバムを今制作中でですね、その中にも多分入ると思いますので、それをご購入いただければ聞けるのかなと思います。またファンクラブ内の方で違う曲もね、なんだろう、マイクロヘッドホンズの曲でしたらどんだけの僕ネタ明かしするんで、リクエストがあればどんどんしていきたいなと思っています。そんな感じでした。じゃあありがとう。はい、最後に忘れてましたので一言言わせてください。もしこの動画が良かったと思ったらグッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はい。